ハトゥーンのメンバーとして幅広い活躍をしている亀梨和也さん。国民的アイドルの亀梨さんは小さい頃から家族を思いで有名になっても家族高校をしています。経歴と共とにそのエピソードを見ていきましょう。亀梨和也さんのプロフィール。本名、亀梨和也。青年月日、1986年。 2月23日出身地東京都江戸川区身長171センチ血液型 B 型学歴東京都立水元高校中退所属事務所ジャニーズ事務所経歴亀梨和也さんの和也という名前は野球漫画 タッチにちなんでつけられました。小学1年生の時に親に頼んで江戸川区のシニアリーグに入団。小学6年生の時には日本選抜に選ばれ軟式野球の世界大会に投手として出場しました。その翌年の中学1年生の時にいとこがジャニーズ事務所に履歴書を送り見事合格します。野球とアイドル。 どちらの道に進むか悩んだ亀梨さんは兄に相談し、ジャニーズって誰にでもなれることじゃない。野球と同じでトップに立ってくれと言われ、ジャニーズ事務所に入所することを決意しました。ちなみに同期には赤西仁さんや中丸雄一さん、増田隆久さんなどがいます。入所翌年にはテレビドラマ3年 B 組金八先生第5シリーズで俳優デビューを果たします。 翌年の2001年にジャニーズジュニア内でカトゥーンが結成されメンバーに選ばれました。ジャニーズジュニアでありながら2002年から2005年まで毎年コンサートを開催しデビュー前の単独ライブでは1日11公演をこなしました。また2004年からはミュージカルドリームボーイシリーズに毎回出演し2007年から2012年までは主演を務めています。 2005年には赤西さんと人気ドラマ極戦に出演。挿入歌、絆もソロで担当し、一躍知名度を上げ、ブレイクしました。同年のドラマ、のぶたをプロデュースでは、山下智久さんと共演し、こちらも大ヒット。山下さんとともに、修士とアキラとして主題歌、青春アミーゴをリリースし、ミリオンセラーを達成しました。 翌年の2006年にはカトゥーンとしてシングルリアルフェイスでデビューを果たしこちらもミリオンを記録していますさらに同年から5年連続でベストジーニスト賞を受賞し殿堂入りを果たしました2010年からは情報番組ゴーイングスポーツニュース内でスポーツキャスターとしても活躍しています2017年には主演を務めたテレビドラマ 僕、運命の人ですで、山下智久さんと再共演。修二と明以来、12年ぶりとなるユニット、亀と山 P を結成し、主題歌、背中越しのチャンスを発売しました。カトゥーンとしては、赤西仁さん、田中幸貴さん、田口淳之介さんが脱退以降、1年8ヶ月の活動休止を経て、残った3人で2018年に再始動しています。 家族とのエピソード。亀梨さんはかねており、家族が大好き。愛情をかけて育ててくれた両親を尊敬していると公言しています。そんな両親のもと、二人の兄と弟がいる4人兄弟の三男として育ちました。父親はとても家族思いで、家族を養うために仕事を掛け持ちして働き、休みの日には必ず亀梨さんたちとキャッチボールをしてくれたそうです。 現在も父親と一緒にゴルフに行ったり、亀梨さんがご飯をごちそうしたりしていると明かしています。母親は亀梨さんがやんちゃをしていた頃、たびたび学校に呼び出されていたようですが、泣いて頭を下げてくれる母親の姿を見て、亀梨さんは心を入れ替えたと言います。小学生の頃、そんな母親に2000円くらいの偽物の真珠のネックレスをプレゼントすると、 母親はそのネックレスをずっとつけてくれていたそうです。二十歳になった時に本物の真珠のネックレスをプレゼントできたようで、やっと本物を送ることができて嬉しかったと明かしています。長男が結婚した際には、ジャニーズ野球大会の MVP 賞でもらった賞金100万円を使い、兄弟4人お揃いのロレックスの時計をプレゼントしました。 現在、亀梨さん以外の3人の兄弟は全員結婚して子供もおり、正月には毎年みんなで集まってご飯を食べたりゲームをしたりしているそうです。亀梨さんは、おいっ子めいっ子はすっごいかわいいですね。一緒に買い物に行ったり、シャボン玉をして遊んだりとか、鬼ごっこしたりとか、疑似パパ体験をしていますと明かしました。また、まとまった休みがもらえたときは、 当時小学3年生だったメイっ子と母親の3人でパリへ旅行に行ったこともあるそうです。メイは自差ボケですぐに寝てしまったそうで、パリの街をおんぶしながら歩いたと明かしていますが、メイが寝たので久しぶりに母親とワインを飲みながら二人でゆっくり話すことができて、すごく貴重な時間だったようです。野球で亀梨和也さんといえば、 野球がうまいことで有名です。小学6年生の時には地元、江戸川区で開催された世界大会に江戸川区の選抜チームとしてショートで出場しました。しかし、大会では2回戦でブラジルのチームに負けてしまったそうです。中学校でも当然野球をするつもりだった亀梨さんですが、進学した中学には野球部がなく、兄が入っている柔道部に入部。 それでも野球が諦めきれなかった亀梨さんはシニアチームに入団。一年生の頃からレギュラーを取るほどの活躍を見せていましたが、ジャニーズ事務所に入所したことで退団しました。亀梨さんは現在もこの経験を生かし、日本テレビ、ゴーイングスポーツニュース内でベースボールスペシャルサポーターとして亀梨和也のプロ野球プロジェクトを担当しています。番組内の企画、 ホームランプロジェクトでは、ホームランを打つことに挑戦し、2年半後に見事達成しました。その後も、豪速球プロジェクトに挑戦。それは、時速120キロ以上のスピードを出さなければ強制終了という企画で、亀梨さんはプロ野球選手に指導を受け、一生懸命努力する姿が放送されました。しかし、時速115キロ止まりで、わずかな差で強制終了してしまいました。 以降も野球の解説を担当するなど野球関係の仕事も多くこなしています。次々と熱愛発覚亀梨さんは2006年に女優の小泉京子さんとの熱愛が報じられました。共通の知人である会員制クラブのママが二人を合わせたと言われています。当時亀梨さんが20歳で小泉さんは40歳。 年の差20歳とかなり離れていたこともあり、大きな話題になりました。この報道を受けて、ジャニーズ事務所は、皆様が思っていらっしゃるような関係ではありませんと否定しましたが、2007年には、二人のパリ旅行がスクープされています。その後、たびたび破局が噂されましたが、結局2014年頃までは、交際が続いていたのではないかと言われています。また、2015年には、 女優の深田京子さんとの熱愛が報じられました。ドラマセカンドラブでの共演がきっかけで交際に発展し、密会現場もスクープされていましたが、近年深田さんと不動産会社社長との熱愛が報じられていたので、亀梨さんとは破局したとみられています。他にも数々の女性との熱愛が報じられており、ジャニーズのトップアイドルということもあって、女性との噂が尽きないようですね。 アイドルとしても俳優としても幅広い活躍をしている亀梨和也さん。家族とのエピソードは亀梨さんの優しさが伝わってきて微笑ましいですね。女性にモテモテなのも納得です。これからも3人のカトゥーンを守りつつ活躍し続けてほしいです。あなたはどう思いましたでしょうか いつまでもジャニーズのアイドルとして活躍してほしいと思った方は高評価をお願いします。またこの件に関してコメント欄で皆さんで一緒に話し合いましょう。チャンネル登録していただいたらニュースの裏側をいち早くお届けします。最後までご視聴いただきありがとうございました。